ベアグリルスは、イギリスワイト島出身の作家、冒険家。軍で身につけた、体力、技術を活かして海中の未開地を冒険してきた。サバイバルをテーマとする、ドキュメンタリー番組、マン VS ワイルドへの出演で知られる。元政治家で、元英国海兵隊のマイケル・グリルスを父として、北、アイルランド、ダウン県7ハーデで誕生。姉が一人いる。 ベア・グリルスが4歳の時に、グリルス家は、ワイト島へ引っ越し、そこで、少年時代を過ごす。ベアというニックネームは、子供時代、姉によって付けられた。少年時代、父から登山とセーリングを習い、8歳で、ボーイスカウトに、所属、10代で、小党官流空手の黒帯を取得。学生時代は、イートンカレッジに在籍し、産学部に所属した。 1994年から1997年の3年間、イギリス軍特殊部隊 SAS にて勤務。1996年には、ザンビアでの任務中、高度4900メートルからのパラシュート降下の際に、事故に遭い、背骨を骨折する、大怪我を負う。二度と歩けぬものとも思われたが、子供の頃の夢である、エベレスト登頂を目指し、軍のリハビリ施設で18ヶ月を過ごし、 回復する。2004年には数々の功績が称えられ、ベアはイギリス海軍予備員の名誉階級である少佐の階級を授与された。さらに2013年、イギリス海兵隊予備員の名誉階級である中佐の階級を授与された。今のライセンスも保持しているエージェントでもある。1998年の5月16日、8歳の 頃からの夢であったエベレスト登頂を果たし、英国登山火災年賞のエベレスト登頂として、ギネスブックに認定される。パラシュート事故から18ヶ月後のことであった。その他、世界初水上オートバイによる連合王国一周を成功させ、凍結した北、大西洋を屋根なしの複合艇で横断するという冒険も指揮。一方、エベレストでの試みは、 アフリカの子供たちを支援する事前事業をグローバルエンジェルス基金のために100万ドルを集め英国ディスカバリーチャンネルとチャンネル4で2時間のドキュメンタリー番組にもなった2009年5月には英国ボーイスカウト総長に任命される10代目史上最も若い総長であるグリルスが出演した2017年撮影のサバイバル番組内で 国立公園での環境規制に違反する行為があったとして、ブルガリア環境省はグリルスと共演者、デレクハフ、制作会社に罰金を科すことを検討していると報じられた。ありがとうございます。